今年のガーナも今年のガーナも、うん、おいしいぞ、おいしいカカオとミルク、ガーナチョコレート。浜辺さんのガーナ歴が長いと思うんですけども、改めてすみません、ガーナの魅力をお願いします。はい、私はガーナがびっくりした、何が通った。おめでとうございます。おめでとうございます。びっくりした。あれでサプライズじゃないですか。そうなんです、二段構えでした。すごい、おめでとうございます。あ、チョコだ、本当だ、嬉しい。改めておめでとうございます。ありがとうございます。お祝いコメント、いや、おめでとうございます。ありがとうございます。二十歳、はい、今日、しかも今日ですもんね、誕生日。そうなんですよ。いや、もうびっくりですわ。こんな二十歳でこんなしっかりしてる方もなかなかいないですからね。すみません。本当にもうこれからも仕事大変だと思うんですけど、頑張ってください。応援してます。ご一緒に皆さんと、そして吉澤さんとこんな祝ってもらえるなんて、もう人生最大の日ですよ。忘れられない日になりました。ありがとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。おっ、ありがとうございます。ありがとうございます。すごい、なんかやらしといて、すいません、やらしといてすいません。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。あ、いいですね。はい、行きます。絵も似顔絵もちょっと分かんない。もう一回20やってもらっていいですか。はい、似顔絵、ありがとうございます。どんな二十歳になりたいですか。いや、二十歳はまずは元気に乗り越えたいですね。はい、以上です。ありがとうございます。はい、以上になります。ありがとうございました。すいません。よろしくお願いします。お願いします。はい、よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。次、この100円のチョコって、機械で作られてる感じみたいなイメージが世の中あるんですけど、なんかカカオでちゃんと作られてて、年ごとにちゃんとなんか味が違うっていう、ちょっとどっちかっていうとなんか機械的っていうよりはなんかその農作物的な量が、なんか毎年味が違う。お願いします。はい、ご紹介します。吉田亮さんです。お願いします。お願いします。はい、宮城さんです。よろしくお願いします。お願いします。せーので、パチッと感じ。もう一回僕せーのって言います。そしたらちょっと2人向き合うぐらい、味ね、確認するぐらい、これでテストを出してください。道具になります。はい、携帯等々を受けてくださいね。せーの、せーの、はい、カット。なんか難しいな。こんばんは。また。用意。はい。うん。本番、本番、用意、また、はい、うん、うん、おいしい、うん、あと、ガーナチョコレート、ガーナチョコレート、これもカメラ目線で大丈夫です、はい、はい、ガーナチョコレート、これ僕のせーのって言った方が合わせやすいですよね、これね、はい、お願いします、せーのって言います、はい、ガーナチョコレート、はい。本番。
用意、せーの、ガーナチョコレート。カット、はい、カット、せーの、ガーナチョコレート。カット、カット。目をつぶってもってやってるだけみたいなバージョンお願いします。はい、じゃあ行きます。こんばんは。こんばんは。よーい、はい、うん、あと、はい、うん、薄投げてちょっと見てるんですけど、あ、まだ閉じてるんだ、石澤さんっていうテンションで。もう一回閉じてます。よい、また。はい。OK です、ありがとうございます。よーい。おいしいぞ。はい、ありがとうございます。おいしいぞ。はい、はい、ありがとうございます。はい、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、用意、はい、今年のガーナも、はい、スタート、はい、はい、今年のガーナも、はい、スタート、はい、今年のガーナも、ではこんにちは、ハメさん、新聞撮影の以上です。お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。本番、本番、用意、また、はい。はい、どうぞ。運営中です。チェックしております。アクリル板がなんかこれがあると逆に照れるなっていうか、あ、結構こう距離が近いけど、これがなければなんかよっしゃっていう、なんかこの仕事モードみたいなこの距離感でいけた気がするんですけど、これがあることによってなんかこれがあるけど近いみたいな変な照れが生まれて、ちょっと恥ずかしかったです。僕はなんか楽しかったです、はい。やっぱでも最近多いですよね、このような形で。いや、で僕初めてですね。なんかこうフェイスシールドとかそういうのをしてはありますけど、このアクリル板を入れた状態でお芝居するっていうのが初めてだったんで、うん、やられてます？結構ありますね。私ドラマでたまに登場するんですよ。なんかもっと綺麗なのと普通に追突しますよ。あ、本当ですか？はい、分かんないみたいな。そうです、そうです、すごいです、これ。あの、今回初めてお会いしたので、それでなんかこうチョコ食べて美味しいねみたいな感じの見合わせるのとかがなんか結構難しくて、うん、でもすごいこうしようかみたいなことなんか作戦打ち合わせしてくださったりして心強かったですし、はい、楽しかったです。
どんな作戦を吉田さんがどんな作戦うーんって言おうみたいな、そうタイミングとか、うん、そんなことをやってましたね。はい、私は結構お風呂上がりとかが多いかもしれないです。あ、お風呂上がりですか。あのお風呂上がりに、まあ、アイス食べたいって気持ちはあるじゃないですか。そのテンションであのチョコレートとか甘いものを食べるみたいな、その一日のご褒美みたいな感じでが多いです。はい、僕は結構、まあ、撮影中とか現場の、うん、にいる時になんかそのお茶葉セットのところに結構チョコを置いてあったりとかして、やっぱりこう頭使うからなんか糖分欲しいなっていう時に結構、まあ、ガーナチョコレートはよく食べてますね。はい、僕は結構コーヒーと一緒にあの食べることが多いですけど、なんかミルクとかもすごい美味しそうな感じしますよね。なんかガーナも結構ミルク感強いし、絶対ミルク合うだろうなって思いながらさっき食べてましたけど、うんうんうん、まあ、コーヒーかな僕は割と、はい、そうですね。私は冷蔵派のバル派です。あの、はい、やっぱ冷蔵庫で私チョコレート大体保管ガーナしてるんですけど、それをこう1枚出して食べちゃうと、まあ、全部食べちゃうから食べる分だけ割ってそれを食べるっていう、なんかちょくちょく大事に食べてます。いっぺんに食べ過ぎちゃう。そうですそうです、ちゃんとここまでって決めて割って食べてます。今の吉田さんがコーヒーっていうふうにおっしゃってましたけど、うん、どうですか実際に比べてみてもと私いつも何だったかな、でもコーヒーを寝る前に飲むと私はあの風呂上がり派なんで眠らなくなるから、うん、結構ミルクとか普通にお茶と飲んでたんで、コーヒーやっぱりでも合いますよね。合いますね。どうしよっかな。どうしよっかな。これかな。吉田さん結構こういうの悩む。さすがだな。悩んでますね。いや難しいなこれ。浜井さんは。もう即答ですねこれは。はい。即答。めくりください。今年の南も早起きするぞということで。はい。あのすごく時間があった期間にあの。運動しようと思って朝早起きして運動する習慣をつけて今もやってるんですけど、それだとすごく体調がいいなと思って、体温も上がってすごく一日元気に過ごせるので、それも含めてこれからも続けていきたいということで早起きをちゃんと続けていこうという意気込みでございます。ちなみに今まではこう早起き派だったんですかね。もともと早起きでした。朝ごはんをしっかり食べたいので作るために早くしてたんですけど、さらに1時間早く起きて今はこの時間を設けてるので、なかなか早起きですね今。もっと大体何時ぐらいな、出発が7時だとしたら4時には起きたいので。早っ。はい、3時間前には起きたいんですよ。すごいですね。めちゃくちゃ早い。元気に、でもすごく元気です。はい。ちなみに吉田さんもし7時出発だとしたら何時に起きれますか。僕は6時50分に起きます。もう一瞬で着替えて歯磨いて出るみたいな感じなんで。すごい、すごいですね。だって眠くなんないですかその4時に起きて。はいはいはい。なんかいろいろやってて、なんか6時ぐらいにもう一回寝ようってなりません。それあのお昼とかの時間はご飯ペット食べてもうずっと寝てます。ああ、なるほどね、はい、そこで撮ってんだ。それ。そうですね。ありがとうございます。では外悩んでいた吉沢さんですが、回答をお願いします。なんで今年の吉沢亮も働くぞでもこれ結構本当に悩みました。なんか悩んだっていうか何も出てこなくて、うん、最初今年の吉沢亮もロッテだぞみたいな、なんか媚び売ろうかなとか思ったんですけどちょっとさすがにやりすぎかなと思って、まあ、ちょっとまあね、いろいろ自粛期間も明け、怒涛の日々がここから始まりますんでちょっと体調には気をつけてバリバリ働いていこうということでこれにさせていただきました。まあ作品でも
見させていただいてましたし、まあテレビでもよく毎日ほぼ毎日見るぐらいの方ですので、いやすごい綺麗な方だなっていう印象はありましたね。もともとは私も拝見していて輝いてるなと思ってたんですけど、生でお会いするともう特に目元がもう激しく輝いていらっしゃったので逆にこのボードがあってよかったなぐらいで私は感じました。はい、ちょっと刺激が、そうですね、ちょっと、はい、眩しすぎてどうかなっていうところなんでいい感じのブロックで、はい、よかったです。いや照れますよ本当にこの距離で見ちゃうと。見ちゃいます。